今日も一日お疲れさん。どうもしこです。なじみです。佐藤です。今日の企画はこの子絶対エロいやろって思う女子の特徴20。はい。まあこれあの偏見なんですけど完全にね、はいはい、まあ、こういう女の子を見るととか、まあこういう発言を聞くと、うん、この子はエロいでしょうと、うん、なるほど。勝手にね我々が思ってしまう女子ってどんな女子なのかと、はい、それについて出していきたいと思います。ありました。それではやっていきましょう。いや童貞ちゃうし。はい、いいですか。はい。あの、すべてのパーツがでかい人。どういうこと？どういうこと？どういうこと？あの、まあまあ、もちろんあの、お胸もそうなんですけど、はい。その、唇とか、お鼻とか、お目クリッとしてる子とか、へえ。なんかそういう全体的に結構大きいな、みたいな。おこう見ると、なんかエロそうやなって思う。なるほど。へえ。これ分からん？分からへん。あ、マジ？すべてって言われるとちょっと分からへんね。なんか口でかい子は分かる。そう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 。あ、口がでかいでもいいね。なるほど。何かしらがでかいっていうのが、だいぶ変わったけどね。よりあればあるほど俺は的にそう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 、エロポイント溜まっていく、ね、溜まっていくってこと。きっしょやっぱ口とかある、あるってことやろ。口はあるね。そうだな、そうだな、うん、うん、もう分からんよな、そのおちょぼ口みたいな子が実は隠れエロですよみたいな、うん、その隠れビッチという言葉ができてから、うん、もう俺はほんまにもうじゃあ全部ビッチってなる。いや、そうだな、うん、はい、はい、すいません、ちょっともうエロゲー目線かもしれないですけど、男兄弟がいる人です。それだけでエロいなってなる。男性抵抗があんまりないかなっていう意味で、ちょっとエロさを感じますね。あー、気持ち悪いな、お前言い方言い方気持ち悪い。いや、すんなよ、ほんまに。いやいや、してエロですね。いやいや、孫出た方が怖いよ、こんな言い方が怖いよ。怖いよ。いや、孫出た方が怖くないよ。なんでやねん。これ、これで推してる。推してるの方が怖いよ。そういう企画じゃないのか、今日は。いや、まさやねん。おかしいやろ、俺だけ。いやそうか。そうそうそう、まあまあ、でもそうか。男のな、裸とかも見てるし。あ、そう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 。なるほど。男って、こういうのエロいって分かってるでっていう人が多い。あーなるほど。知ってるで私っていう人がちょっとやっぱ多い気がする。なるほど、ね、でこれでこう両思いとかになった時に、あ男がエロいと思うポイント分かってるみたいな人が多い。女兄弟俺エロいなと思っちゃうけどな。あ、ほんま、うん、それなんかウブな感じが好きなんじゃん。だからもう男になんか男をもっと知りたそうというかいやだからそういうことやろ言うてやろどっちが気持ち悪い？どっちが多いん？実体験ベースは。え？そんな分からんだ、ぶっちゃけ。そんな多ないし。聞いたことないもんな。うん。あんま聞かんくない？その兄弟構成。あ、俺結構聞く。え、付き合ってへんのにやで。うん、聞く。あ、そうなんや。俺は結構聞く。あ、え、実際多かったの？そうやね。そうやね。へぇー。あざとい感じの人が多い気がする。あ、分かってる。そう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 。なんか、はめ込んでくんねや。お兄ちゃんから聞いたか知らんけど、弟から聞いたか知らんけどな。それ知らんで。はい。はい、すぐ舌出す女子やな。あー、まあ、エロそう。ごめーんとか言って、あー、言ってくるやつ。まあまあいるな、うん、まあいるわ、いるよ、ちょこちょこいますよ、舌出し女子。あれ狙ってると思うね。まああざといんじゃん、ちょっと、うん、舌出すのそうやな。それはだいぶあざといな。なやっぱ想起させるからな。まあまんまとやな、うん、エロいんじゃん、実際。エロいやろ実際。どうなるんだ、確かにエロいんかな。なんかいやだからこれは分からへんよな。釣りうますぎてその捌くのがうまいかっていうのはまた別の話やから、うん、釣りめっちゃ下手やけど、うん、だからこそその奥めっちゃうまい人っているからね。分からないよね。はい、まあこれ大人になってから分かったことですけど、はい、下ネタ苦手そうな子。エロいんすか。の方がまあまあエロいやろなみたいな。そうなんすか。やっぱあるっすね。どういうことですか。だから下ネタとか言ってあんま笑わない子。なんかちょっと苦手そうやな。マジっすか。この方がエロいっていうのは結構あるよ、やっぱり。いやだからどう違うんすか。どう違う。実際抱いたんすよね。抱いた子もいましたよ。だから抱いてそのやっぱこっちの方がエロいんやってなったわけだ。だからめちゃくちゃそうなんていう積極的とか。ああ、意外と抱いたら。そう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 、あんだけなんかちょっと苦手そうやったのにめっちゃ前のめりやんみたいな。あ、まあそこの落差もあるんかもしれないけど、まあ、これが清楚系というね。まあまあそう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 、性欲なんてないですよって言ってるやつがあるみたいなね。ああ、まあ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 、だからマッチングアプリでやりもくお断りって書いてるやつほどだけっていう。へえ、そんなんあるんですか。いや、それはあるやろ。今使ってるから、今使ってるから。なんでやん。なるほどね。なんで使ってやん。さすがさすがちゃうねん。情報センター高いな思うたもん。はい、はい、あのエッチをっていう子。なんでエロギロって悪くない普通に。確かに確かに。ワード的にはやっぱ分かる分かる分かる。これをこっちで言うんやみたいな。あー、オープンな方やなこれは。そう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 。絶対エロいやんってはなるよな。これだからさ、そのオープンでほんまにエロい人って逆にあんまいないじゃない。
いや、そうやな、性の話に対して、うん、だからそれに出会った時の興奮たるや計り知れないもんがあるぐらいです、うん、いや、あんまりエッチ好きやねんとか、うん、ほんまに性好きやねんって言っててやって、うん、えぐいぐらい好きやったら、うん、お前ガチっすやん看板に偽りなしじゃないですか。 その逆がめっちゃ多いから。はい、はい、体柔らかい人です。ああ、まあまあまあちょっと思っちゃうわ、うん、ダンス部そう、うん、ああ言っちゃったね俺は今そこまで言わなかったのに。ダンス部やったもんな。そうそう、俺ダンス部男子会やけど。ああクーンとか言ってどうせやさ、どうせやさ、鼻息出すなよ。そうや、いや、体柔らかい人はほんまに多いと思うよね、うん、実際。確かに。だからもうそれこそダンサー系の人は俺は結構強いと思ってるよね。まあまあ偏見やな、僕の少ない偏見で言うとね。ダンス系の人とかなんかそんなないわ俺。エロとは思うくない。でもまあ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 、思うよね。動きの可動域が違いますから、うん、普通の体硬い人よりも。監督言ってたよね、昔ダンサーってやった時よかったみたいな。踊ってた動画で、うん、そうなんですか。踊ってた踊ってた、ね、適当すぎる。適当やさすがに相づちやばない踊ってた。はい、はい、これちょっとベタかもしれないですけど、身長低い子ですね。ああ、そうなんや。ああ、それは重いね。へえー、前付き合ってた人低い子がおったんやけど、140後半とか、その子すごかったなって今思い出した。へえー、ああ、そう、そう、どうすごかった。いや、もうパンパン何が。いやいや、そんなお前の金玉が。いや、俺の金玉はいつもバンバンやけど。そういうしょうもない。しょうもないよ、ほんまに。いや、だから上でそれこそめっちゃ動いたりとか、こういう子だったの、この子だけやったな、みたいな。結構、性欲強かったイメージがある。身長低くて巨乳の子とか見るとやっぱね、エロいなと思うよ。あー、なるほどね。身長が高い人ってそういうイメージないのよ、やっぱ。エロいなみたいな。あ、わかるわかる。そうそう、性欲強いなみたいな、あんまなくて。なんでかわからへんけどね、これ。はい、はい、やっぱ太もも太い人やな。あー、これはもうエチいですね。あー、僕調べてる。なるほど、太ももだけなんですか。うん。下半身ね。そうやな。てか、なんかその体温高い人ってよ、ちょっと俺言ってたけど、やっぱここっすよ、体温の源は。確かにさ、なんかブラジル人ってさ、すごいとか言うやん。ああ、そうやな。俺なんかジムの今、インストラクターの先生、韓国人の人なんやけど、ブラジル人やばいっすよってずっと言うよね。アメリカ留学してはったんやけど、その人、うん、ブラジル人マジやばいっすってずっと言って、でもやっぱ下半身こつイメージやから、うん、あっちの南米の人ってサンバ踊ってる。そう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 、やっぱ馬力が違いますから。男もだってこの辺やっぱ鍛えたら上がるやん。あーね、その性欲も、うん、真剣さんとかキャタピラみたいな、もういや、そうこっついもんな。そうそう、だからやっぱ俺ここを馬力いたと思ってる。確かに、信じてるから。そこなんや。じゃあやっぱ太もも太い人がいる。性欲は性欲強いんじゃないかなと思ってる。確かに。はい、はい、関節キスに躊躇がない人です。あー、それはね、やっぱエロい気がしますね。エロいです。あ、エロいですか。エロいですか。エロいっす、絶対。絶対知らんすよ。絶対もらえんねん、俺これ。やっぱ経験が。いや、ないっすけど。あいや、なんかこうやって喋ってる時とかに、うん、飲むと言って別にこうやって飲ませてくる人で、これも別に好きやからとかじゃなくて、普通にマジ抵抗ない人は結構やっぱドエロいイメージですね。へぇ、交換に躊躇がない。確かに唾液の、はい。そんな感じがします。はい、はい、あの魚とかに怯えない人っていうがエロいな。いや、そのなんか汚いものというか、そのなんか汚れちゃうかもみたいなものを結構臆せず触る人は、もうエロって思うよ、ガチ。いや、だからエロい人が多い。だよな、お前のガチンコキだよお前、汚くないわ怒られるぞ、お前バカにやねん。いや、そう、お前、いや、ちゃう、握ってる人もいるから、もしかしたら。別に怒らへんやなんでやねん、なんで私が握ったチンコ汚いって言うのよっていう人おらんやろ。別に怒らへんやろ。おるかもしれんやん、もしかしたら過去に俺が。いや、そんな感じで、だからそのや牛とか結構そういうね、あんまり怯えない人はね、エロいなってなるんや。そうなんや、実体験ベースでそうなんや。なんかそんなイメージがある。へぇ、プレイが結構こう臆せず飛び込んでくる感じがやっぱありますね。好奇心が勝るタイプ。そう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 、好奇心旺盛でエロいもんな。そう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 。はい、はい、隠れ巨乳やけど飲み会好きな女子です。隠れ巨乳やけどってなったんだ。飲み会めっちゃ好きで、うん、ただその巨乳なんだが、うん、服はいつもそういうのが分かりづらいものにしている、うん、こうちゅうのはこれはエロいね。あ、だから逆に意識してるからな、それは。そうかもしらん、うん、隠れ巨乳がエロいって話、そんな薄い話じゃないですよね。あ、全然全然、隠れ巨乳だけはもう全然関係ないです。いや、それはエロいよね。
なんかそもそも俺飲み会好きな女子ってエロいやと思ってるから。いや、そう、まあそれはそう、勝手にな、いや、それはそうやと思う、イメージやから。ほんまの酒好きって俺もっとこう少人数で飲んだりとかしてるイメージなんやけど、いや、ほんまにバーとかで飲むイメージやな。そうそうそう、マジの酒好きってとにかく飲みが好きな集団はおるやん、確かに居酒屋にも。でもそうじゃない飲み会好き女子は酒が好きじゃないから、それもその場が好きやから。賑やかな場が好きな女子って絶対エロいですやんって思うやん。まあ思うよ、そら飲み会好きな人と飲みが好きな人は別やから。あ、そう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 、そこに隠れキュンですか。それは確かにそれはほんまにエロいと思うな。隠れキュンって巨乳の上にいるもんね、なぜか。そうやな、そうやな、いい着眼で、ありがとうございます。隠すだけでええんよな。隠す隠すだけでもうワンランク上に行くんやな。はい、おい、芸術系女子、やっぱアート系の人はもう絶対エロいなと思うよな。やっぱ探求心、探求心とか、なんかそう、ほんまにそういうイメージあんねんけど、結構俺はあんまないわ、それは。スポーツ系の方がエロいかなって思う。いや、実はこっちの方が隠れエロスですよ。ほえ、うん、やと思うで、うん、こういう企画やから今日、まあまあ、偏見やからな。てか、まあ、全部イメージやからね、俺も押し切るかなと思って今バトってたやん、スポーツと芸術系で。あ、おいけいけやろって、あ、じゃあ勝ったやと思って、やと思うで情報ないからそれはこれ結構ベタかもしれんけど、辛いもの好きの人。あ、言うよね。あ、なんか言うね。なんでなんだっけこれ、なんか M そうやなみたいななんかそうなんやったかな。なんか刺激足りてないみたいな感じだったかな。あ、てか刺激欲しいみたいな感じだったかな。なんかジョンがやってた気ですよ。でも思うもんな、なんかな、辛いもんめっちゃ好きな子。辛いもんめっちゃ好きな子って俺それこそあんま会ったことないもん、女の子。あ、そう、やっぱ甘いもん好きな人が多いです。あ、うん、はい、バリキャリ。あー、これもベタやけど、セーブ高いですからね。うん、バリキャリの方が圧倒的に強いですよ、そこは。うん、おそらくね。やっぱ実際そうなんですか。いや、でもそうやと思う。いや、そうやと思うけどな、なんか合コンとかをめっちゃしてた時期に、その受付系の合コンと、そのバリキャリ系の合コンやったら圧倒的に違う空気が。肉食が多くない？なんか自分から借りに行くみたいな人がやっぱ多い、めっちゃ多い気がする。もう今日はもう遊びますっていうモードで来るし、うん、俺の知ってる世界だ。俺の知ってる世界では受付系の人たちは別にいつでもできるのよ、合コン。それ妄想じゃないよね、これは。そう、オッケーオッケー、いつでもできるから。あ、これ妄想。別に、いや、これは俺のちっちゃい現実な、はいはいはい、だからあれやねんけど、その金土に命かけてない、うん、月火水木別に行けるから。ああ、なるほどね。だからバリキャリの人は金土にもうここで遊びますみたいな、そこのために今週頑張りましたみたいな人がボンってくるから、もうモチベが違うっていう。なるほどなるほど。だから平日別にね、あの定時上がってる人ばっかりじゃないから、で、ストレスも溜まってるから、はいはいはい、っていうイメージはありますよ、はいはいはい、別にその受付もストレスあると思うけど、はいはい、そうや、はい、自分の人も大変なことはいっぱいあるけど、そうやねんけど。はい九州出身です。あ、全然わかんない。偏見ね。なんで？九州か北海道かって言われたら九州の方がエロ。あ、エロそう、エロそう。まあまあ、酒強いみたいな。そう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 。南の方がってことやな。そうそうそう。でも沖縄まで行くとなんかあんま思わへん。開放、開放的だよなと思う。あ、そうなの。沖縄パーツでかいからな。それ分からない。まあまあ、イメージだ。イメージでね。過去に書いたやつこれで示す。分かりづらいから。いや、思うよ、沖縄も。いや、まあまあ、沖縄もそうやろうけどな。日本的エロじゃないや。イメージが。だからブラジルに近いかも。そうそうそう、うん、開放的に最高だぜみたいなイメージやねんけど、九州ぐらいが俺のイメージはやっぱちょうどこう探求していく、あのむっつりとの狭間ぐらいのエロいイメージがありますよ。この県やったら俺モテんなとかある？ちなみに。いや、ないわ。ないか。あの、やば。終わった。あんの？俺は後で九州や。あ、九州行った時の打率が全然違う。すげえ、そういうのあんねや。あるね。だから多分九州エロいと思ってたと思う。その抱けた回数が違うから。すごいね、それ。はいはい、多分これ口元ゆるい声。あ、口元ゆるいどういうことなの？なんかほにゃんとしてる。ああ、タレ目とかその丸顔とかそういうなんかジャンルもあるんですけど、女性の中で、うん、でもこれ この要素が一番エロいんちゃうかなっていう。なるほど、うん、口元ゆるいか。いや、それで言うとタレ目の方がエロくない？タレ目エロい。いや、タレ目もエロいね。釣り目よりやっぱ垂れ目の方がエロく感じる。いや、エロく。いや、それはそうやった。俺なんでなの？丸顔の方がエロく感じるわ。ああ、そういうことなのかね。たぬき顔。いや、なんかやっぱそうなんちゃうの？そんな違うんかな。え、エロい顔してんなって言われたことある？あ、エロい顔やからちゃん、その垂れ目とか。ちょっとなんて、漫画的な意味で言ったら。ちょっとごめん、今会話考えてる。今確かに、ね、1個飛ばしたけど。飛ばしたけど。1個飛ばしたけど。え、でも多分この中で一番エロい顔ちゃう？あ、そうそう、俺たまに言われんねん。言われたことないよ、そんな。ほんま？エロい顔してんねーなんて、そんな。あ、そう。やる？エロい顔、まあまあ、たまに。
スケベな表情してんねえじゃなくて、あ、顔自体顔の造形がエロいねってことだろ。顔自体は嫌じゃないか。いや、じゃあ逆にそのエロい顔してんねえエロいのは俺らからもよく言われてるぐらい、その今めっちゃエロい表情してるやんみたいな。いや俺そっちはもう言われたもんね。俺前らに言われてやん。鼻の下の人。あー、そういうことですね。どんだけ髪があるの。そういうのはあるよ全然。造形はないやんな。造形自体は別にないないよな。だからやっぱ口元緩くて垂れ目やから。確かに口元緩いな俺まだ。どうもありがとう。はい、ということで、まあ男がね、偏見ですけど、男の偏見ですけど、うん、こういう女の子を見るとエロいなと感じますと、まあ、あと汗っかきとかやな。あ、まあね、ベタなところで言うとね、代謝いいとかな。そうやな、実際エロいのかは知らないですけど、うん、これスレンダーよりやっぱムチの方がエロくは感じる。エロくは感じる。あ、やっぱそれはそうなんや、うん、スレンダーよりちっちゃい方がエロく感じる。スレンダーよりちっちゃい方がエロく感じる。性欲強そうやなっていう感じ。ちっちゃいことほんまに性欲強いんかな。それは経験上そうやったな。なんでやろう。なんでだよな。なんか言葉知ってたね、その子は。そんな欲が、そんなかっこいい顔で言われた。まあ実際どうなるかちょっとよかったらコメント欄で皆さん教えてください。答えやすい範囲でお願いします。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。今日も見てくれてありがとう。ということで現在ですね、7月20日に開催するオフ会のチケットが販売中でございます。はい、ファニコンと一般販売それぞれやっておりまして、ファニコンの方から買っていただくと交流会チケットが1000円割引になっております。お得。初夏、タイトル初夏、はい、めちゃめちゃダサいタイトルで今2ヶ月目やってるんで、はい、よかったらぜひ会いに来てください。はい、お願いします。夏暑い時期ですけど体調崩さずにぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。そうね、はい、暑い夏を一緒に熱く盛り上げていきましょう。おそっちか。ということで今日も一日お疲れさん。